優勝戦一号艇地元金子和之,之選手です地元優勝おめでとうございますありがとうございますえー、今回予選初のトップ2からあったわけですけれどもまずは昨日までの5日間を簡単に振り返ってくださいえーまあ、足的にはターンりまあ出足周りを中心に、うん、まあ行き足もいい出来だと思いますまあ今回新モーターということなんですけれども節感で何か変わった作業というのはされたんですかプロペラだけですね、うん エンジンそのものはかなりいいかなと。はい、はい、優勝戦に向けましてはまた何か扱っていったりはしますか。えっと今日の気象状況に合わせていきたいと思います。えー、優勝戦一号艇となってスタート間ゼロ台回帰れますけどこれまでいかがでしょう。はい、えー。まあ大体合ってると思います。そしてあの地元優質優勝戦初の引戦ということで、まあ今節引では2回とも逃げ切ってますよね。はい、うん。その隣には金田選手が。 開いていますけど心強いんじゃないですかはい、うん、先輩の胸を借りたいと思いますはい、えー。去年の秋以来地元5回目の優勝戦となりまして地元発備が変わります最後に意気込みを一言お願いしますはいしっかりと仕事をして帰りたいと思います 2>, 2号艇埼玉金田聡選手です地元輸出おめでとうございますありがとうございますえー、今回はセスカン準優含めまして5勝を飾って輸出となりましたがこの20号機 新モーターですけれども評価からお願いします、はい、まあ新モータなんでねエンジン,ンペラーはちょっと手探りですけど、うん、まあ優勝乗れてるぐらいなんでね悪くはないと思いますはい。特にこのあたり何か特徴というのはあるんですかうんまあちょっと伸び方にすれば伸びるし、うん、回せば出足行き足しっかりするし、はい、まあ多分モーターがしっかりしてるんだと思いますそうですかはい。特に変わった作業というのはこれまでやってこられたんですか そうですねもうほとんど最初、エンジン少しねできる限り時間やって、<え>あとはもうプロペラだけです優勝戦、ちょっとお天気、まだまだ油断許さないかなと思うんですけれども、はい、今後、作業、何考えてますすかそうですもうプロペラだけですかね、はいはい、分かりました、えー、そして左隣には地元の後輩、金子選手が構えますが、はい、優勝戦、どんなようなレース考えてますかうん、まあ、スタートしてから考えますけど、はい、まあ、まあ、気楽にいきます。はいはい まあ地元約一年ぶりの優勝がかかっていまして、はい。今回一本持たれてますけどスタートというのはどうなんでしょう。そうですね一応一定身付近は集中していいスタートが切れてるかなと思ってますけど、うん、はい。地元バンツー決めたいですね。そうですね。はい。はい、で改めて最後に優勝戦に向けて意気込みを一言お願いします。え最後までね一生懸命走ります応援お,お願いします。 三号艇東京吉田宗弘選手です輸出おめでとうございますありがとうございます今回新モーター三十九号機このエンジンの評価からお願いします、えー、ポテンシャルものすごく高いと思います特に吉田選手でこの辺りが気に入っているという部分は僕普段伸びとかスリットの足を重視するんですけど出足行き足が抜群ですね、うん、はい。昨日までの五日間で作業をさらには調整というのはどのようなことをされましたと全県でもらって とりあえず何もしないで試運転したんですけど、かなり感触があったので、僕がプロペラ調整するよりも、まずエンジンの方を調整した方が早いかなと思って、エンジンから調整し始めました、うん、もう早い段階からいい部分が出てきたなという感じでしたそうです、ね、人一倍早くエンジンの本体を上から下まで全部凝らして、組み直しただけでものすごく回転上がったので、えー、もうプロペラも新プロペラの、本当、微調整しかしてないんで、ここまで来れました。はい 優勝戦まだちょっとお天気がこの後心配かもしれませんけど、はい、この後は何か考えますかそうですね、水面のコンディションに応じた臨機応変なコース取りをしたいなと思ってさあ、優勝戦に関してなんですけれども、はい、まずはあの昨日のレースを見てしまうと、はい、引っ張ってという、そういった色気もちょっと期待してしまうんですけどうそうですね、まあ、基本的に引っ張った方が好きなタイプなので。えー まあ引っ張りたいなって気持ちはあるんですけど、ちょっと朝、スタート練習してみたんですけど、うん、追い風がきつくて、3カードとかにしちゃうと分かりづらいので、うん、っていうところで迷ってます本当に直前の気象を見てという、はいはい、そうですか、スタート間についてはどうなんでしょうか 2>, と2日目かなんかゼロ台いっちゃって、はい、ちょっと萎縮しちゃってます。うん じゃあ本当にそこは最新の注意を払ってという形ですね,そうですね払いながら朝もたくさん練習したので,、うん、で直前のスタート練習もしっかりして勘を修正して臨みたいいと思ってますはいえー、戸田に関してはおととしの2月以来に、えー、優勝戦進出となりましたがこの水面どうですかもう昔は本当に大好きで戸田の水面を見て僕は選手になったのでえ<っ>なんとか選手をやっているうちに一度は戸田で優勝したいなと思っています。 まあそういった特別な水面で、えー、約1年ぶりの優勝がかかります。はい、最後に一言お願いします。はい、今オリンピックやってます。僕も金メダル取れるよう一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。四号艇大阪早川久人選手です。有スおめでとうございます。ありがとうございます、えー。新エンジン8号機を手にされましたが、まずはこのエンジンの評価から一言お願いします。はい、エンジンはバッチリーです。うん はい、あの本当、コメント拝見しますと、トップクラス、そういった頼もしいコメントだなと思うんですけれども、どのあたり気に入っていらっしゃいますうんもう起こしてからすぐの足と、そこから全部つながって、いい足してますね。では現状、本当、足りない部分はほぼないかなといった形ですかどうせなら、伸びてほしいです、えーはい。じゃあ、今回、この後優勝戦に向けては、伸びはやはやりそうですね、うん、ちょっとだけやってみようと思います。はい 今回スタート間に関してですけれども昨日だけ多少大きな数字だったかなと思うんですけどいかがですかうんそうですね割かしスタート入ってるんですけどね、うん、昨日遅かったですねまあ今日はしっかりとまた乗って上積みがあればというところですかねはい、うんまあ、優勝戦のコースはもう枠なり想定でいらっしゃいますはい戸田3年ぶり2度目の輸出となりましたけれどもこの戸田水面相性というのはいかがですか いいんでしょうね、きっと最後に意気みを一言お願いします優勝できるように頑張ります応援してください、お願いします五号艇東京大井裕樹選手です輸出おめでとうございますありがとうございます、えー、新モーター十五号機この、A、モーターの評価から一言お願いします、えー、昨日の後半、準優勝戦からあのエンジンの部品変えて良くなりましたまあそれで見込みに続く連続輸出となりましたけれども、うん 気に入ってる部分っていうのは、今回、エンジンあるんですか、えっと、やっとレースできるようになったんで、うん、もう安心して優勝戦いけそうな感じです。そうですか作業をこの後優勝戦に向けては、また何か求めたりはしますかいや、今日の、えー、と水面状況に合わせて、うんあの、プロペラの微調整だけでいきます。えー、スタート感に関して、今節は5日間、昨日までいかがですか少し 本番届いてないんで今日はしっかり行きたいなと思います、うんまあ、今回の優勝戦は5号艇ということでなんかコース戦い方などっていうのはイメージあるんでしょうかうん、まあ、ちょっと乗れただけであの安心している部分はあるんですけど、うん、まあ最後一発狙いたいたですね、うんはい、青木先生戸田はちょうどあの1年前にです、ね、優勝をされてこれがその時関東の制覇関東制覇ということになったんですけれども、はい、戸田の水面いかがですか。 苦手意識はなかったんですけど、優勝なかなかできなくて。えー、まあ去年、ちょうど去年できたんで。あの印象はすごく良くなってます。はい。わ、はい、かりました。まあそんな印象のいい水面で、またトトの連続 V が上か,かりますので、はい、最後に意気込みを一言お願いします。はい。また優勝できるように、一発狙っていきます。応援よろしくお願いします。六号艇愛知の伊藤誠二選手です。 4連続輸出、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。えー、今回、新モーター24号機、このエンジンの評価から、一言お願いします。そうですね。まあ、バランスが取れて、悪いところはないんですけど、うん、目立つところもないですね。まあ、あとは優勝戦だけということで、ここが出てくればいいなという部分はあるんですか。うん、まあ、全体的に欲しいんですけど、えー、まあ、伸びがもう半分あると楽ですね。<laughs> 5日間の作業に関しては、どのようなことをされてきたんでしょうか<笑><笑>えとエンジンは1回割って点検した程度で、はいえー、あとはずっとプロペラ調整なんですけど、うん、えとやっぱ賞味のパワーがないんで、えー、最終日、もう1回エンジン割って、整備さんと相談してみようかなと思ってます、はいえー、スタート間に関しては、05から17というところにあるんですけれども、ご自身ではどう振り返られますすか、はい、まあ、いつも通りででで、うん、け行きたいところには行けてるる感じではあるんですか。 まあいつも10狙っていってるだけなんで今回、優勝戦6号艇ということでちょっとコース取りも気になるところであるんですけれども現状、いかがでしょうかそうですね、もう優勝戦に入るとちょっと足的に余裕がないんで行っても多分包まれちゃうだけなんで、えー、まあ外から展開待とうかなと思ってます、うんはいえー、数,数多くある優勝の中にまだ伊藤選手戸田がないのが意外だったんですけれども、ねはい、水面の相性というのは改めていかがでしょう。いや 結局そういういことなんです、うん、あんま得意なイメージはないですけど、はい、優勝はちょこちょこ乗ってるんでそんな登板は去年12月にも、えー、この6号手で乗りましたので今回はまたいい結果が出るといいですねまあ、はい、例に絡めればはいあ、はい、りました、はい、では改めて最後に優勝戦に向けましてファンの皆様へメッセージをお願いします精一杯頑張ります